国内を持ってこうスタッと中学校ですよねそうです、そうです、中学校の時にやってました、時にやってました。かっこいい、すごっ。ならセクシー、まだ1回しか披露してないんですよね、ギター実は。オリジナルパフォーマンスみたいな、うなじ見せつつ、めちゃくちゃロックですね。大石雅義と鈴木愛理のアニソン神曲カバーでしょでしょ。どうもアニソン界のおしゃべりクソメガネこと馬男大石雅義です。そして鈴木愛理だってばよ。お、イエーイ終わっちゃった自己紹介。恥ずかしいよね。何が？耳をつけるなんてさ。あ、気づかなかった。似合いすぎててもはや何も突っ込まなかったら違和感なさすぎてやばいですよ。そうなの？だって本番前言ってたもんね、もうこのまんまエンディングまで行きましょうかみたいな。突っ込まらずに行こうかと思っちゃったけどただの恥ずかしいやつになってまうからねでも意味があるから挙手してるんですよね。そうなんですよ、実はですね、今日私歌唱させていただくんですけども、はい、その歌唱に紐づいた格好をさせていただいております。もう感のいい方はね、分かると思いますけども。さあ今回はこちらの方にお越しいただきました。どうぞ。はい、声優の小原莉子です。よろしくお願いします。お願いします。しょうがないな、飲み物買ってくる。疲れも吹っ飛ぶなぁ。太く癖がただ登るさ。どうされたんですか、その耳は。どうされたんですか、もうこうされたんですかもないですよ。なんかもう小原さんとお仕事させていただくの久しぶりなんですけども、はい、多いし芸風変わったなって思われてすごい怖いさあ小原さんはアニメバンドリーでは声優だけでなく作中から生まれたリアルバンドレイズアスイレンのギターを担当、うん、激しいライブパフォーマンスでファンを魅了しています。レイズアスイレン、略してラス、すごいのよ。もう僕も何度もね、うん、あのイベント一緒にさせてもらってるんですよね。そうですね、舞台袖とかリハーサルとか見ててももう、うん、とんでもないから。私がレイザースレンで演じている朝日ろっかちゃん、ろっかちゃんもギターを持つと脅威するっていう役でして、へ、まあ、そういったところもあって割とこう激しいプレイなど、ちょっとこの見た目からは想像ができないんですけど、はい、ちょっとなんかライブ映像があるみたいなので、かっけえ、これ武道館だね。やばっ、何それ出たかっこいい、やばっ、わあすごい。え、どう寝っ転がってんの。寝てるやらセクシー。何あれ、ネギタ、あの、うん、兄様、はい、の時に、うん、レイザースイレンが一曲やらせていただけるということで、うんうんうん、ちゃんとインパクト残したいと思って、最初で最後というか、まだ1回しか披露してないんですよ、ネギタ実は。あの時しかやってないの。そうなんです、当日 の、 あのリハではしてなかったんです。はい、してなかった。で、本番に向けて、うん、リハから本番までの間ずっと楽屋で一人でこう入念に。いや嘘ついてる、いやダウト、嘘ついてます、あなた嘘ついてます。だってそれだったら上からカメラ狙ってねえもん急なハプニング的にやったらさ上から絶対狙える。だってあんなとこカメラねえもん。それはあの事前に言いました、あのスタッフさんにいいですかって言って、あ、いいですよ、じゃあお伝えしておきますねってなって、じゃあええけどすごい熱量でいくすごいね。じゃあこれギターきっかけでお仕事も増えていったんじゃないんですか。はい、あのやっぱりあの、うん、そのバンドリーって作品がリアルで演奏してステージに立ってキャラクターも演じるという作品であって、はいはい、声優と今まで続けてきたギターっていうところが通ずるものを感じましたね。
ずは中学時代ですが、うん、こちらです。アニメキャラになりたくて修行の日々、修行、声優を志すが、ほう、中学時代はほにゃららに夢中、大好きなキャラを憑依させて修行の日々ということなんですけど、これ何なんでしょうか、うん、はい、こちらです。ドン、出た。ナルトに熱中、さくらに憑依させて忍者修行をしておりました。忍者修行、忍者修行、トトトトトトトみたいなことですか。まずは気持ちから、気持ちからこう集中させて、あとは額当てを当てるとか、当てる、クナイを持ってこう忍者修行をするっていう、中学校ですよね。そうです、そうです、中学校の時にやってました。なんか投げるってことですか。あ、そうです、実はあのこの日のためにと私のマイクナイを持ってきました。え、中学校の時から大事にしてるってことですか。あのちょっとそれはなくなっちゃったので、うん、数年前に買ったクナイなんですけど、新調したクナイです。数年前にクナイを買う。結構大人になって買ったね、クナイ。そうですね、ちゃんとしてますね。そうですね、この子は結構ちゃんとしてます ね。でもゴム製なんで柔らかいんで。ゴム製なんだ。そうなんですよ、だから全然切れたりはしないんですけど。私が好きなさくらちゃんは、うん、こういう風にこう、ね、クナイをね、こう持つんですけど、はい、うん、こうスパッと、これで投げれるの？すげえ、的が出てきた。え、それで投げんの？本当に。結構距離あるよ、そして。ずっとこれで修行しておりましたので。そうなんだ、はい、結構距離ありますよ、はい、じゃあ、いきます。はい、お願いします。はやばい、壊れる音した。何かが壊れました、今。ちょっと惜しかったです。いや、全然遠かったです。結構自信ありげに投げたけど、はい、それなりにヤバいとこ飛んできましたよ。ちょっと本当はちょっと的に当てたかったんですけど。じゃあ愛理ちゃんやってみたら。だし、ヤバいよ、いいの。いいよいいよ、お願いします。え、ちょっとどうやってやるんですか。こう持ってこういく感じです。ヤバそう、ヤバそう、こっち飛んできそうで怖え。いや、マジで気をつけて。ちょっとマジで。オッケー、はい、せーの。あアイドルっぽい。ねえ、それムカつく。難しいのこれ。かなり難しいです、すごいですよねアニメ。いや、あの私も実際投げてるから投げれると思って一応なんか頑張ったんですけど、はい、難しいですね。やっぱ難しいですか。はい、正直こう投げた方が命中率いい気はするんですが。そうですよね、効率良さそう。そこはちょっと桜ちゃんなりきりたかったので、ちょっとこっちの方で中学校の時は修行しておりました。いや、アニメってすごいですね。でこの頃から声優になる修行もしていたとお伺いしております。まあ、修行といっていいものかレベルなんですけれども、うんうん、ナルトのさくらちゃんがすごく好きすぎて、はい、どうしたら私はさくらちゃんになれるんだろうっていうのを考えていた時に、あ、私も声優になればそのキャラクターになることができるんだっていうふうに思った時期が中学校の時だったんですけど、アニメを録画して、録画して無音状態で流して声を当てるっていうのを実は一人でやってました。これ親には言ったことなくて。でも聞こえるんじゃない、例えばシャンナルとか絶対聞こえるじゃん。でそこは入念に親が仕事に行ってる間にガチなこそれをしてたんですけれども、当時本当に自分に自信が本当になくて、こう周りにもね声優になりたいって気持ちをちょっと恥ずかしくて言えなくて、自分の中に収めて断念をしてしまったんです。へえ、そんな中学校時代だったんだ、うん、さあ一度声優の夢を諦めた小原さんですが、高校時代はこちらです。お、ギターにドハマり、音楽の道を突き進む、うん、へえ。高校3年の時にガールズバンドに加入されて、うん、はいはい、でギターの魅力にどっぷりハマると、うん、軽音楽部とかなんですか。それが当時私の高校は軽音楽部なかったんですよ。なかったの、うん、でもどうしてもやっぱりその学生時代にそのバンドをやるって憧れじゃないですか。確かに。それをやりたいな一生のうちにと思って、うんうん、有志で先生顧問つけて自分たちで集めて、うん、はい、じゃあなんかその文化祭とかでやられてたりしたんですか。そうなんです、武道場でライブをしました。あ、そういうことだ。バンド名はザ・シスターズという名前で。ザ・シスターズ、全員女性だったんですよ。ほうほうほう、はい、そんな文化祭の時の様子があるそうです。え、どういうこと。こちら、え、小原さんこれ何してるんですか。私何もしてません。何、どういうこと。順番待ちをしてます。順番待ち、はい、9人も
いたんですよ。9人めっちゃいる。だからやっぱりその9人で一気に奏でるのって、まあ、相当難しいことじゃないですか。あなんで確かに3組に分けて。いや3つで出ろやシスターズ ABC で映画なんですね順番待ちしてる時の顔相当不適されてませんこれ私の出番まだかなみたいなすごくちょっと疲れ顔してますね。いいですね。アイリちゃんとか文化祭で何かやった記憶ありますか？中学校の時はキュウリ売ってました。えどういうこと、ね、カッパ、まあ、戦略もちゃんとあって、文化祭ってなんか甘いものを売る店多いじゃないですか。クレープとかタピオカとか当時あったんで、みんなそれだったら人が来ないって思って、キュウリをもう近くのスーパーで箱で買ってきて、前の日からみんなで浅漬けにしたり、トッピングのマヨネーズとか味噌とかなんかいっぱいバーってやって、1本100円で売るっていう高価なキュウリ売ってました。実際繁盛したんですか？7万ぐらい売れました。すごい。すごくないですか？ちょっと待って、7万ってことは700本売れてるんじゃない？そう、2日間で7万売れたの。すごい、ね、初めてですよ、あんな手に取るようにお金を感じたの。なんかうわ7万だって言ってみんなで感動しちゃって、おのおのいい青春送ってますね。キュウリかギターかっていうね。そしてビジュアルバンドに影響されて、なににゃにファッションで岐阜をかっぽとありますけども、これ何ファッションなんですか？あのロリータファッションにハマっておりました。へえ、似合いそう。ね、本当ですか？白い感じのロリータ、結構黒いロリータだったの。ゴスロリ、ゴスロリが結構多かったですね。かわいい。絶対スタッフさんからの情報によると、小原さんはメイド服にもハマっていて、メイド検定まで受験しているそうなんです。そんな小原さんのメイド姿があるみたいなので、見てみましょう。あら、やだ、際どいわあ、怪我してます？目元？これは、このニーハイは、あの包帯のデザインになってまして、だからこのデザインに合わせて自分のこう包帯をつけてるっていう、割とちょっとそういうなんか。メイド検定ってどんな検定なんですか？ですね、メイドさんの歴史だったりとか、こうメイドとしての立ち振る舞いなどを学ぶっていう。で、一応3級。ちょっとごめんなさい、もうピンとけえへんすぎて3級って言われても1級が何なのかすら分かんないですけど、級によっては実技とか筆記とかあったりはするんですけど、3級もと講義受けて教えてもらうっていう感じなんで、割とこう、なるほど、まあ、ごめんなさい、言い方よくないかもしれないですけど、行けば誰でも受かるやつってことですね。まあそうですね、はあ、はい、でもまあそこに興味があってそこに行くっていうのはすごいですね。そうなん、なんか行ってみようと思って、なんで今でも好きです。では続いて声優デビューまでを見ていきます、こちらです。ギターのおかげでリアルバンドデビュー、声優デビューの扉も開くということで、高校卒業後はギタリストを目指して専門学校に進学。2011年、アニメスケットダンスから誕生したリアルバンドザ・スケッチブックでバンドデビューをされると。お、かっこいい。なんか雰囲気がリサちゃんみたいな。確かに、めっちゃかっこいいです ね。結構イメージ変わりますね。変わりますね。高校生の時に、まあ、ギターを始めて、じゃあ専門学校行ってちゃんとギターを勉強しようと思って東京に上京したんです。そこからスケットダンスっていうアニメがありまして、そのアニメから生まれたザ・スケッチブックっていうのがあったんですね。それのオーディションを受けてバンドとしてデビューできる機会っていうのをいただけて。スケッチブックでは声優やってたんでしたっけ？声優としては、活動はしていなかったんですけれども、ゲスト声優として歌のお姉さんっていう役をちょろっとだけ。それでそのギタリストからまた声優さんに夢をシフトしていくみたいな。はい。でそれで声優事務所に所属してから2015年にデビューということなんですけども、はい、神田川ジェットガールズ、青い美沙役など多くの人気作品を担当される、でも YouTube がきっかけでバンドリーの参加が決定したっていうこと書いてあるんですが、これどういうことですか？私の YouTube チャンネルで弾いてみた動画っていうのを出してた時期があったんですね。でその時にその動画を見たファンの方が、素人さんにこういうギターが弾ける声優さんがいるんですよっていうのをなんか URL 送ってくださってたみたいで、それを見たそのスタッフさんからオファーをいただいたっていう形です。
シさんもギター弾かれますよね。僕もギター、はい、はい、あの弾きます。よかったらオリジナルパフォーマンスみたいなちょっと見てみたいなって思うんですけど。もう全然いいですか。もうそんなもういくらでも出てくるから僕。本当ですか。もう、ね、もういくらでも出てくる。バンド時代にやってたことあって、うん、ギターってこうほったらかしにして置いとくと、うん、ハウリングって言って、うん、キーンっていう音が出るじゃないですか、はい、でそれがかっこいいというかロックな感じするでしょ。だからあの1分間こうしてた時あります。違うバージョンのマイケル・ジャクソンじゃないですか。そうなんで、ね、ずっと静止芸ハウリングさせたまま退場する人は見たことあるんですけど、うん、はい、ハウリングさせたままずっとこのままずっと客みたいな俺かっこいいだろ客みたいな。めちゃくちゃロックですね。めっちゃロックでしょ。ちょっとせっかくだからさ、こういうのってやっぱギター弾いてない人に聞くと新しいアイデアが出てきたりするもんじゃないですか。はい、愛理ちゃんギターは弾いてないけども、何何何ステージ経験は豊富ですから。え、なんだろう、なんか見せてほしいな。でも私だったらショーとか。ショー後ろで弾くみたいな人いません？なんかこういうのね。そう、なんかこの辺で弾くとかさ、はいはいはい、可愛いのがいいな。なんかこうなんかうなじ見せつつなんかこういうのできないかな。新しいすごい新しい。ちょっとやってる人いないの。こういうのちょっと私見えないけど、やるすごいね。ちょっと右肩入れつつ、なんかめちゃくちゃ新しいですね。ちょっと足すの量大変これ使ってください。ありがとうございます。めちゃめちゃ。さて、小原さんのアニメ愛をたっぷり聞いたところで、続いてはこちらのコーナーです。小原莉子のカバーでしょでしょ。今回この番組では小原さんに歌ってほしいアニソン神曲をアンケート調査しました、はい、今回アンケートさせてもらったのは、うん、小原さんがハマったアニメナルトの楽曲です。それでは結果を発表します、うん、ファンが選んだ神3はこちらです。お、出たー。おー、嫉妬でも多いっす。本当ですね。ブルーバード、蛍の光、そしてイフ。イフってナルトだったんだ。全曲その J-POP としてもものすごくね、あの一般の方々も知ってるっていう感じですけども。そうですね。でもナルトファンにしたらどの曲も捨てがたいと言いますか、うん、さあ、それではこの神3の中から小原さんにカバーしていただくのは、うん、生き物係のブルーバードでーす。青いですね。あのね、これ練習とかしたんですか。いや、もうちょっと本当に練習しました。もうすっごく緊張してるんです。すごい楽しみですけど、なんでこの曲なんですか。うん、この曲はですね、ナルトを代表するタイアップ曲で、うん、歌ってみた動画と か、うん、なんか歌ったりする機会はあるんですけど、はい、このブルーバードを歌うって機会は初めてなので、はい、今回初披露の曲でもあるということで選ばせていただきました。ありがたい。楽しみ。ありがたいですね、はい、さあ、そして今回この耳つけてもらってますから、はい、大井さんにも歌ってもらいます、歌う曲ですが、はい、小原さんからのリクエストがあるそうですが、何でしょう。はい、ウマ娘プリティダービーの主題歌、うん、ウマ娘たちが歌うウマぴょい伝説を歌ってください。カンペガン読みやないか。いや、タイトル間違えちゃいけないと思って。そうですね、はい、ちなみになんでこの曲歌ってほしいんですか。はい、今ってすごく話題じゃないですか。そうですね、はい、なんで、まあ、ここはもう話題に乗っかって。一人でウマぴょいするんですか。いや、そうなのよ。無茶を言うの、ここは。そうね、ほんまにスノーマンを一人でやれとか。本当だよ、もう人数を。ウマぴょい一人でやれとか。僕のこと何やと思ってんすか。君の愛バカの時の俺の顔見てください。多分ね、相当死にかけてます。先行逃げ切りでいきたいと思いますよ。それではお二人ともよろしくお願いします。それでは聞いてください。大石正義でウマぴょい伝説、そして小原莉子でブルーバード。羽ばたいたら戻れないと言って、こんなレースを始めた。ズキュンドキュン胸が鳴り。わー、めっちゃいい。最高でしたよ。あのリハーサルで一回も歌えなかったんですよ。はい、歌いましたよね、正しく、うん、ちょっと本番見せたね。ノーミスだったよね。嬉しいです。いや、 G1 制覇です。皆さんありがとう。あのオーディションの時にみんなこれ歌ってたんですよ。
あの審査員の方に結構金銭に触れやすいというか、前奏のところに自分でなんかはーとか、なんかフェイクとかコーラスとか入れたってこと？はい、僕とかあのデビュー決まった時、俺の実力ならやっぱりですよね。会いたくないな。